坪山倉庫は、広島ホームテレビのアナウンサー。広島市出身。身長156センチメートル。広島県尾道市で生まれ、後に、広島市に転居して、広島大附属中学、高校へと進む。結婚式や地域イベントで司会をする、母親の姿を見て育ったせいか、物心ついた時から、綺麗な日本語を使える大人が、目標となり、 アナウンサーに憧れを抱くようになっていった。高校卒業後、上智大学法学部に進学する。法学部を選んだのは、アナウンサーになって、ニュース原稿を読むとき、政治や法律を理解していた方がいいと思ったからという。大学在学中、アナウンススクールに通い、放送局ばかり、全国の11社を受けたが失敗。留年して、再挑戦し、 BSS 参院放送に採用された。大学卒業後の2007年4月、BSS 参院放送に入社。入社試験以来、ニュース番組をしたいと言い続け、ラジオ番組などで腕を磨いた結果、入社2年目にして、テレポート参院のキャスターに抜擢された。他にも、地上デジタル放送推進大使を務めてきたが、2010年3月に、BSS を退社。 翌4月に、ホームに移籍した。なお、BSS の地上デジタル放送推進大使は、同期入社の丸山里美が引き継いだ。広島ホームテレビアナウンサーの山田幸美、小島さやか、浦本かな子による、勝ち癖。娘に加入し、メンバーを務めた。2011年12月25日に、広島東洋カープの天谷総一郎選手と、入籍したことを発表。 2012年4月で、広島ホームテレビをことぶき退社。退社後、休止期間を経て、週末喫茶、朝ブランカで、フリーアナウンサーローカルタレントとして活動していたが、2018年11月に、広島ホームテレビのアナウンサーとして復職した。一方、結婚後の本名である、天谷倉庫名義で、株式会社オフィスティーワークにも在籍しているため、同社から、 派遣扱いの契約社員の可能性がある。テレビ配信、ありがとうございます。